名古屋市東区の愛知芸術文化センターで開催されている中日書道展会場にはこの地方の書からの作品およそ1500点が展示され訪れた人たちは作品ごとに異なる墨のかすれ具合や文字と余白のバランスの味わい深さなどを感じながら真剣な表情で鑑賞していましたまたきょうは書家が迫力ある筆使いを会場で披露する催しが行われ多くの人が見守る中 真心を尽くして人をもてなすという意味の人間血中という言葉をしたためましたこの書道展今月30日まで開かれています